強い人とやるのがすごく楽しかったです。なんかこう稽古してても強い人がいたらその人とこう組み合って乱取りがしたいみたいな。でそこでこう少しこういい戦いっていうんですかねができた時にすごく嬉しくなったし、逆になんか投げられてもたくさん投げられてもあなんかもっと強くなりたいなっていうふうにシンプルになんか思ってたし、なかなか今では感じないような子供っていうか何も成績なくただがむしゃらに柔道やってたからこそそういう感情ですかねになってましたね。入社当時2012年とかは世界オリンピックを目指してもちろんこう志高く入社したんですけど、やっぱり簡単に口にするものではないなっていうようなレベルの高さっていうのを体感して、でその中ででも必ずやってやるんだっていう思いで、まあ、1年1年いろいろな、まあ、経験がありましたけどやっていく中で、でそうですね、もうよりなんかオリンピックってしっかりこう自分の中で固めてやっていくんだって思えたのはやっぱりこう世界チャンピオンになってからかなっていうふうに思います。いろいろ起こりえないことが起きたりとか、自分がこうしていきたいという思っているものがうまく運ばなかったりとか、あとはなんかなんていうんですか、やっていく上で迷いがあったりとか、ぶれずにやっていこうというふうに掲げてるけれどもぶれてる自分がいたりとか、まあそういうなんかこう心理面も、動かされるような、まあ1年であったなと思うんですけど、なんかでもそういう経験からまたより見える部分っていうのもあるし、なんかマイナスに捉えるのではなく、そういった経験訪れる自分に起こってくるような経験っていうのをプラスに捉えて、だからこうしていくんだ、だからこうやっていくんだっていう風な発想で、なんかこう日々過ごしていたなっていう風に思います。いろいろこう崩れそうになってるんですけど、でも最終的に立ち直るっていうか、こう再度またぐっとこう立て直してドイツ勝てたきっかけとしては、もうなんかやっぱり過去のその積み上げてきた自分のいろんなこう悔しい思いとか、そういうのこう経験を振り返りながら、最終的に二度と同じ思いはしたくないっていうか、その代表選考で漏れて自分のあともう一つで掴めたところっていうのを掴めなくなったその自分の経験とか、そういうのも踏まえて、もう二度とそういうような思いをしたくないっていうような気持ちから、なんかこう這い上がるじゃないですけど、再度背中を自分自身でこう押すっていうような、まあ、周りからもそういうような話だったり、そういうお互いに話す、まあ、機会タイミングもあったりして、で会話の中でやっぱり最終的には自分でどこを目指すのかっていうのをですかね、まあ、気持ちですよね最終的には。なんかそこってまた立て直してやっていくっていう感じですね。はい、まあ、シンプルに本当に勝つために、とか勝ちたいっていうものを、こうやって勝ちたいんだっていうものを一つしっかり、軸となるようなものをぶらさずに持っておくこと、そこを、どんな場面においても貫き通して最後最後まで戦うこと、そういったところが少しでも弱気になったり揺らいだり、あこうやったらこうなるんじゃないかって思いながら試合をしてると、やっぱり、まあ、自分の体勢だったり、体勢っていうのは体の動きだったりとか、まあ、姿勢だったり、不安定な部分が出たり、そういうのにつながっていくので、やっぱりそこは全てやっぱセットだし、どこかが欠けてたらやっぱり最終的にオリンピックっていうその試合っていう中でやっぱりこう力は発揮できないので、まあ、総合的にしっかり自分の持っているものを自信を持って出し切るっていうところを、持っているものをしっかり出すというものをなんか強めてやっていきたいなって、そこを作り上げていきたいなって思ってます。
大きいことではない、本当にちっちゃなこと一つ一つやり遂げたっていう経験はたくさんしてきました。どんなこと生活においても、柔道においても、こう一つこれをやるって目の前にあったら、それをしっかりこう集中してやり遂げるっていう経験はもう何回もしたからこその、結局、今であって、そして今は目の前に東京オリンピックっていう舞台がある、一つ一つこうクリアしていきながらの、達成していきながらの今、結果としてはその達成してないと、必ずしも全部が全部優勝とかそういう形っていうのではなくて、何か一つ一つでもちっちゃいことでもこうクリアしていきながらの今だと思ってるし、そういうこう諦めないっていう自分のこう性格だったり、這い上がる、何度何度こう折れても這い上がるっていうような、立て直してこう這い上がってくるようなっていうのも自分の特徴だったり強みだったりするし、そういうのをしっかりこう生かしきれたらなっていうふうに思います。いろんな経験があったからこそ今があると思うし、無駄な経験は何一つないと思ってるので、それはオリンピック後も含めて、これから自分の人生含めてそうだと思うんですけど、生きていく上でそうだと思うんですけど、本当に何一つ無駄な経験はなかったなって、それがあったからこそ今があるし、諦めないでやっていれば必ずこういうふうに達成できるんだっていうふうに胸を張って言えるような、そういう形を作れるように、自分自身でまずは今はオリンピックで金メダルを取るために、そこをぶれることなくこう信念を持ってやっていきたいなと思ってます。